こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。映画の時間です。3連休なのかな。ね、今日は敬老の日かな。ああそうかそうか、うん、で、あの、ま、テレビね、うん、昨日はノーサイドゲームっていうね、最終回盛り上がったね。ねえ、うん、うん、あの池井戸さんのね原作でね、うん、あ、うん、まあ、なかなか見応えがあったと思う。ああいうドラマを作るのは大変だと思うよ、うん、多分すごい大変だと思うけど、うん、見てる側には伝わるよね、うん、本当に。そうで、まあ大体はさ、まあ、俳優さんがね、うん、こうラグビーやったりするから、うん、やっぱり迫力の点ではさ、うん、ね、うん、これ難しいとこあるけど、うん、まあ本職がやってるからな今回は。すごいよね。で俳優さんだってね、みんなラグビーの経験者、うん、そうだよな、うん、それも、まあ、日本代表とかそんな人でしたからな、うん、すごいよね。うん、まあね、でも新しい試みでもあるかな。そうね。うん、いや本当泣いたよね。うん、だけどね、うん、まああの社長がさ、うん、ね、まあ、この国はラグビーが必要だと。うん、ね、まあノーサイドっていうのがテーマだからさ。うん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 、やっぱりまあ試合はさ、うん、ね、もう体張ってさ。うん、やるわけだけどさ、うん、終わったらさ、うん、もう敵も味方もないということでな、うん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 、俺ノーサイドってのは日本だけなんだっつったな。そうなの。うん、まあラグビー共通だと思ったら、うん、まあ日本でね、うん、ノーサイドっていう、うん、まあ、言葉もそうらしいな、これ。あ、そうなの。うん、そうらしいよ。うん、だからまあフェアプレーとかさ、うん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 、ね、あのラグビーの場合はさ、ずっとさアマチュアリズムっつってさ、うん、ね、もうアマに徹してきた歴史があるわけよ、うん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 、まあ、それでまあ結局世界から取り残されていったわけだけどさ。そうだね、うん、うん、だけどもあの昔ね、平尾さんがね、うん、まだどうだろう20代まだ若い頃さ、うん、イギリスへ留学してたのかな、うん、その時にさ、あの雑誌の表紙になったのよ。うん、だそれでさ、まあ大騒ぎになってさ、うん、ああそっかそっか、うん、アマチュアとも同じ雑誌の表紙に載るなぞみたいな。そうそうそう、うんうん、でそれでまあね、当然謝礼はもらうだろうからさ、うん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 、そういうことでね、うんうん、問題になったりとかさ、うんうん、まあそういった歴史もあるわけよ。あ、そう、うん、いやでも平尾さんがね、生きてらっしゃったら、この子ね、うん、ラグビーのさ、ワールドカップが日本でやるわけじゃん、うん、どうだったろうと思うけどね。本当に惜しい人なくしたよね。うん、だ平尾さんの前にはその宿澤さんっていうさ、うん、これまた名選手名監督がいたんだ、うんうん、彼も本当若くして突然死だったんだけどな、うんうん、まあこうさ、うん、今ああいうドラマが盛り上がってさ、うんうん、まあワールドカップもやっぱり盛り上がってくると思うんだよね、うん、だと思う。だって今あちこちでも見にすること多かったもん、うん、いろいろ、うん、でまあね、日本がそれなりに活躍してくれるとな。いや、前回のあれが大きかったよね、やっぱりね。南アフリカにいたも大金星って言われて、あ、そうだよな、まあ、多分もう世界中の人がさ知る試合じゃない。そうだよな、うんうん、まあね、勝てるなんて誰も思ってないんだから。そうだよね。あ、そう、うん、まあだからそういうふうなさ、うん、中でこうね、また再度盛り上がり、うん、うん、まああのこの間のワールドカップがあってさ、うん、一気に盛り上がってさ、その後そのトップリーグが開幕したわけよ、うんうん、で秩父の宮で、パナソニック対サントリーっていう、まあ、黄金カードが開幕戦であるわけよな、うん、で全部売り切れてるわけ、うん、チケットはね、うん、だからもう秩父の宮が超満員になると、うん、ね、うん、まあそう期待してたのよ、うん、そしたら空席いっぱいあるわけ、うん、だからあれは何なんだろう、協賛かなんかでチケットを買ったわけ。そうそう、だから企業が買ってさ、企業が買ってどうぞってプレゼントかなんかにあげしたりとか、ただであげたりしてるわけ、うん、そうするとさ、もらったけどいかないじゃん、うん、そうかそうか、なそういうことでさ、本当に欲しい人はでもチケット買えなかったわけだよね。でもね、そういうこと、そういうこと、うん、そうだから、そういうことでさ、うん、選手たちもね、うん、もうがっかりしてね、つまり、まあ、やっぱりそれこそこのノーサイドゲームじゃないけど、協会のね、うん、やっぱ運営がさ、うん、あのやっぱりこうずっとアマチュアリズムを引きずりながらさ、ね、あ、やっぱプロになりきれなかったね、その興行としてな、そういうことがあったりしてさ、うん、やっぱりまあ、 あの時代の流れに沿ってさ、うん、
変わっていかなきゃいけないんだろうな、うん、でも選手たちだって大変だろうに一生懸命今テレビのさ露出も増えてるじゃん、ね、あちこちの番組でやっぱり盛り上げようとしてさ、まあ、一生懸命テレ、慣れないテレビに出たりさ、まあ、でもそこから才能がまたね別な才能がそう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 、うん、だから選手たちってさそう選手期間って短いわけじゃん野球選手もそうだけどそれ終わった後第二の人生をさ例えばさあのねあの、うん、浜畑をやってさ、広瀬じゃないけど、うんね、俳優で食べていくとかって素敵じゃん。そうだよね。関節とかさ、そうそうそうまあ、大畑さんなんかね、今かなり出てるけど、うん、出てらっしゃるけどね。そういう道もあるからな、うんうん。で、やっぱりさ、ラグビーって現役時代ってのはもう、まさに、もう命張って、体張ってやってるでしょ、あれ。本当に、あの、ぶつかり合いとかさ、うん、見てるとさ、うん、やっぱり、怪我しないのが不思議だよね。そうだよ。だってお相撲さんみたいな人にこうやってぶつかっていくわけだからさそうそうそのすごいスピードやからねうん、うん、なら本当に俺まあ何十年前やってたけどさ、うん、まあ平凡なラグビーだったけどさ高校大学でしょ、うん、あと社会人でも草ラグビーやってるねそう、うん、それでもねやっぱりこう試合前ってのは緊張するよやっぱり怪我するかもしれないとかさ、うんね、どんな怪我あるか分かんないし、うんうん、そういう緊張感はすごくあったし、うん、で実際俺もこう膝骨折してさ、うん、ねまあ軽いプレーしたねそれが原因だけどさ、うん、そこで2ヶ月も入院してさ、うん、っていうこともあったしな、うんうん、だからまあ怪我はもうつきもんだからねそうねうん、うん、そうだからあのこの間やったね30年ぶりにやった、うん、もうおじさんラグビーだってさ、うん、あれだってアキレス腱切ったりとかさなんか骨折したりとかさ、うんうん、みんなあの怪我してる人した人いっぱいいるわけだからね、うんうんうん、で仕事持ってるじゃん、うん、ね俺なんかフリーだからさ、うん、もうそれこそ何の保証もないからね、うんうん、そういうこともあるけどでもラグビーやるってやっぱりこうなんか体張る喜びみたいなのもあるよね、うんうん、そうだね、うんうん、いやだけど昨日のドラマ泣いた本当泣いたうん、うんうん、そうだね、うん、より大泉洋さん好きになりましたね、うん、ねまああの熱いねうん、うん、そうまあああやってさやっぱり一生懸命やってれば、うん、報いられるよってみたいなね、うん、やっぱそれはねあの全部が全部じゃないかもしれないよ、うん、いやでもだけどもいや、うん、私は報いられると思う、うん、ただそれがすぐ出る時とさそうだな、うん、あの時のあれが来たんだわっていう時と、うん、しばらくしてから実はあの時のっていうのがあるってさ、うん、そのタイムラグがあるからさ気づかないんだよみんなそうだね、うん、絶対あるってうんそうだな、うん、そうだからまあ一生懸命なこともやることだっていうことやなうんああこれ絶対あるそうだな、うん、でな一生懸命やってすぐ出なくてもそこで諦めちゃいけないしな、うん、だから例えばその一生懸命やったことがさじゃあ自分に返ってくることもあるかもしれない、うん、でもね例えばよ自分が死んじゃった、うんでもその後自分の子供たちに帰ってくることがあるかもしれない、うん、そうだよな自分の親兄弟に帰ってくることがあるそうだよなで極端なのが言えば究極今世帰ってくることがないかもしれない、うん、でも絶対来世帰ってくるそうだよなちゃんと帳尻合うようになってるってそうだよなそういうことだよなうん、うん、まあだからさ、うん、まあなんていうの得するとか そういうふうな意味合いでやることはないのよ、うん、なあだから今本当に目の前にあることに対してさ、うん、やっぱり一生懸命取り組んでいくような気持ちが大事だしさ、うんうんうん、なでもね私今サロンのお客さんでさ、うん、あの本当にその人にさ、まあ、目覚めてほしくてったらなんかちょっとあれだけど、うん、もうやっぱ背中を押したくて、うん、よく言うけど損得考えて動きなさいっていうの、うん、あそう私は言う、うん、だってやっぱりみんなさ損したくないじゃん、うんうん、それはそうだよ、うん、だからそれ人を押しのけてとかそういう意味じゃないよ、うんうん、だけど本当にこれをやったらどうなるかとか、うん、これを勉強したらどうなるかとか、うん、自分がこの見えない世界とか、うん、これを取り入れることによってどう自分と自分の周りが変わるのかって、うん、それを絶対私考えた方がいい、まあそうだよな、うんうん、変わるからね変わるんだよ実際なうんうん、だからやっぱ自分が実際変わって体験してるからさ、うん、もうこれだけはもう自信を持っているわけ、うん、絶対変われるって、うん、そうだよ、うん、無理とかさそうだな、うん、どうせ私にはとかやっぱり小原さんだけ特別でしょみたいなさ、うん、それって私はやっぱり違うと思うのねそうそうだからそういう癖があるやな、うん、あのいろんなその癖をさ、うん変えていくっていうのな、うんうん、あの同じことをやらないみたいなさ、うん、いうことも大事だよなでも誰にでもね、うん、チャンスは平等なの、うんうん、エネルギーは平等に降り注いでるわけ、うんうん、
私にだけ多く来てるとか、うん、それはないわけ。そうだよな。例えば今成功してる人いいな、うん、あいつだって思うよやっぱ私だって、うん、でもその人にだけチャンスがたくさん降り注いでるわけじゃないの。そうだな。自分のところにも来てるの。そう。だから生かしてるかどうかなんだ。だからそのどう生かすかだよね、うん、その得意なこととか、ね、人間だからあるじゃん、うん、な、うんうん、だからその、あんまり苦手なことにエネルギー注ぎすぎるとさ、うん、しぼんでいくからさ。だからピピッと、うん、これだって思う感想をね、うん、磨くしかないのよ。そうだよな、うん、そう。だから今度からちょっとなそういう感性を磨きましょうっていう ね、うん、そういうこうセミナーをやろうということでね、うん、今準備してるけどさ、すごく大事だと思う、うん、だからこれは大事な人生を変えていくというか、うん、もう好転させていくためのさポイントってそこにあるからな、うん、その選択のあれはどこなのかっていうさ。そうだよな、うん、うん、そう。だから何をやっても幸せになるのよ結局、回り道しても、うん、何をしても、うん、でもやっぱりね、なるべく早く幸せになってほしいっていう。そうだな、それがいいな、うん、と私は思います。そうだね、はい、うん、まあノーサイド精神で、そうですね、行きましょう。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。